お疲れ様です。あ、お疲れ様です。だんだん適当になってきましたね。ですね。でも今僕のこの座り方ちょっと侍っぽいでしょ。侍っぽい、ちょっと侍っぽいでしょ。おいで。僕でも僕よくね、はい、よく言われるんですよ。トラック乗っとった時に考察です、ね、考察ですね。あとにちゃんとつながるんで。いや、わかりました。もうトラック乗ってたのに姿勢悪くなるじゃないですか。はい。で肩こりとかひどいからちょっと姿勢を見つめ直したんですよ。はい。でね、僕こうやって座る癖があるんですよ。はい。だからね、よくね3ヶ月に1回ぐらいね、侍かって言われるんですよ。あの普通に座っとったら武士かって言われるんですよ。いいじゃないですか。少々、はい、いいですか。見ますか。横からの座り姿見ますか、はい、ちょっとわかりにくいかもしれないですけど、はい、お、姿勢がいい。こうやって座ってるんですよ。瞑想も何もしてないですよ。頭でも何も考えてないで、はい、こうやって座ってたら武士かって言われるんですよ。びっくりした。今目開けたボッツさんこっち向いてたからびっくりした。何が、それ後に何が一番って、それが一番怖かったです。あ、はい、なるほど。目を考えてみてください。目を開けてボッツさんがおる、はい、その恐怖。恐怖ではないですよね。はい、なるほど。じゃあこんな感じでやっていきますか。やっていきましょうか。やっていきましょう。今回どうでしたか。今回ね、いよいよ動き出したかなと。こうちょっと、はい、ちょっとダラダラきた感じがやっと動き出したかなっていう。面白かったですよ。面白かったです。あの今までで僕は一番面白かったかなと、うんうん、展開もね、展開がねスピーディーやったでしょ前半。そうですね。それで菊丸ですよ。それね、ついにもうね、もうほぼほぼ謎でも なんですか、もう今までは結構菊丸ってみたいになっとったじゃないですか。はい。でも今回のね、もうそあんまり興味なくなってきたでしょ。大体まあそう、まあそうかと予想通りというか、うん、やっぱりどっかの患者でしたね、うんうん、でもまだちょっと大どんでん返しがあるかもしれない、ね、あるかもしれないですかと見せかけてみたいな、まあ、まあ患者は患者ですけど、いやまあでもそっか、もう間違いないです、ね、あの命令してたのが水野信元でしたっけ。はい。ちょっとマイナーな武将でしたね。はいはい、本田なんちゃらでなかったじゃなかったですね。そこがあれでした。まあ考察失敗ですね。そうですね。そうですね。ただ菊丸が本当に、はい、ほら服部半蔵ではないかと、はい、あの線はまだ残ってますからね。まあ、そのお家であれば。はい。うん、ただ英訳なっていくんじゃないですか今後。竹千代を守っていくわけでしょきっと。そうですよね。だから今の段階で言うと。まあ、青汁飲むの武士みたいでいいでしょ、かっこいいでしょ、かっこいいでしょ。今の段階で言うとオーダー取ったことは、まあ、光秀ともあんまよろしくない関係ってことでしょ。だからもう患者やれば患者ですよね。敵方にこう忍び込んでるっていう意味で。そうですね、そうですね。 敵ですよね今のオーダーと、はい、あ、そうですね、オーダーと斎藤が手を組んでいることは、はい、まあ、敵対してるというか、はい、もう人質を取ってるわけですからね。オーダーは竹千代という、はい、その人質に取られた竹千代を陰ながら守るみたいな感じですから、うん、あ、じゃあもうそれをこう前もってもう一個向こうに潜入しとったってことですか。いや相当な患者ですよね、そうなったら。そうですね、やっぱり服部半蔵の線、線ありますね、ありますね。織田だけじゃなく事前に道さんの元にも行っとったっていうのは、はいはい、だからあの服部半蔵も何代かおるじゃないですか、はい、だからその服部半蔵の、まあ、初代というか一人目というかの可能性はありますよね、うん、ただこの後どうなるのか、はい、まあ、最終的に、ね、徳川と織田は手を結ぶわけですから最終的には仲良くなるんやろうなっていうのは分かるんですけど、うん、その話の途中で一度は敵対するのか、ただね、菊丸にしてみたら光秀とはもう仲良しで人柄も知ってるでしょうから、うん、ね、こう家同士は敵対しててもなんかこう友情みたいなのがあるのか、まあ、患者だけにないのか、そこも冷酷なのか、はい、ちょっとその辺は楽しみですよね、うん、で僕一個思うのが織田家、織田とか今川とか、はい、上杉とかだけどあんまり斎藤って言わないですよ。そう不思議じゃないですか。あんまインパクトだってね、俺はやっぱ斎藤がなって言ってもんってなるでしょ。なりますね。誰って斎藤家って誰やったっけって、あっこってやっぱ美濃の道さんっていうか、もう美濃が道さんでしょ、はい、そうですね、もうなんか斎藤よりも道さんの方がインパクトがね、やっぱなんでなんですか、家の名前で言わないのって道さん。いや僕らだけちゃいます、斎藤って言ってるんですか、ね、斎藤家。でもドラマでもあんま言ってなくないですか、美濃、美濃って言うんでしょ。あ、確かにね、美濃の道さんって言ってますね、確かにね。ですよね。あれ実際はどうやったんですかね昔は。いやどうなんでしょう、斎藤って言っとったんですかね。言ってたんじゃないですか、うん、それか昔もインパクト強いからもう道さんって言っとったんですかね。もうマムシの道さんですか、
ででね、はい、僕一個思ったのが、はい、今が吉本かっこよくないですか、今回の片岡愛之助さんやってるやつ。ああ、どうしても今川ってね、ちょっとこう、ね、お酒にフラフラしてる、はい、あとなんか公家の、ねはい、こう眉毛チョンってなって、はい、なんか蹴鞠してるイメージが強かったじゃないですか。そうっすね、今回の吉本めっちゃかっこいいなと思って見てるんですよ。そうっすね、なんか今までにね、うん、ない吉本っていうか。でこの人えらい早々にいなくなっちゃいましたね。今回首取られた人。松平広忠、はい、家康のお父さん、はい。なかなか家康のお父さんって。はい、描かれること少ないじゃないですか、うん、で今回あさりさんがやってるでしょ、はい、あさり陽介さん、はい、でまあなかなかの俳優さんじゃないですか、はい、だからある程度徳川家康のお父さんが描かれるのかなと思って楽しみに見てたんですよ、うんうん、一瞬でしたね一瞬でしたね前回の、まあ、前回というか前々回の後半ちょろっと出て前回の前半で死んじゃいましたもんね。そうですね。多分10分ぐらいですか、はい、には合わせて、はい、あれすごい残念ですよね。なんですけど、ただまあ早くに死んだのは間違いないらしいですね。そうなんですね。ただその中でもどれだけ描かれるんかなって楽しみにしてたんですけど、あさり陽介さん、残念です。残念です。はい。このねこのナショ木村さん、木村ひろこさん、はい、はい、出てきましたね。ね。はい。ただ光秀、はい、なんかとぼけてましたね。はい、あでも僕なんていうかね、今回のこのねちっちゃい頃にお嫁さんになるんでみたいな、はい、あのシーンは良かったですね僕。あそうですか。はい、僕大体こういう大河もんに色子いらない話ですよね。おお、なんかこう流れからこうシュッとなるでしょう、はい、でもこれはこれはありやったです、ね、ありやったですか、はい、でもすぐになんか結婚しそうにないじゃないですか。はい、どうなるでしょうね。ただまあ本当光秀って愛妻家として知られてますし、ちょっと僕の他の動画でもやったんですけど、うん、まあいろんなエピソードがあったりするんで、うん、今後ね本当にこうたくさんエピソード出るんやろなと思ってるんですよ、うん、でまあ一つ言うとすごい苦労した時期があるんですね光秀も、うん、この斎藤から離れてすごい苦労した時期に広子が黒髪を切って売ってお金に変えたみたいなエピソードがすごいあるんで、その辺がね楽しみやなとは思ってるんですけど。おお、楽しみっすね。楽しみっす、楽しみっす。ただですよ、今回の光秀影薄かったですよね。ですね。最初の30分一切出てこずめっちゃすごいこう盛り上がって、はい、やっと出てきた思ったら、はい、またすぐおらへんようになって主人公らしくないというか、今回は影薄かった。ちょっと今回信長に持っていかれましたね。そうですね、今回信長の回なんで、はい、信長と機長の回、はい、それとお父さん、お父さんの回でしたね、うん、主人公もたまには、うん、ゆっくりしたいんでしょうね。そうですね。ということで今日の大河、はい、どうでしょうね。まだまだなんか信長の回なような気もしません。そうですね。あほんで、まあ、予告ではこれ出てきましたね、はい、ついね旅芸人、旅芸人、はい、あとコマも出てきましたね。あコマもね、コマもちょっと出てましたね。あれコマ昔助けてくれたお侍さんかなんかいうのは、はい、明智の人間やったんちゃいます。でしょうね。光秀のお父さんの可能性ないですか。光秀のお父さんっていうのは出てこないですね。出てこないですね。もういないですね。このキャストには出てないです。あそうか、もうだいぶ早くに亡くしてるからってことですね、はい、でしょうね。光秀のお父さんって誰か分かんないんですよ。あ実際のとこお家は分かってんのに。おじは分かってる。おじはなんか知ってるでしょ、それ。あの石村さん。石村さん。おじおるんだったら、おじおるんだったら分かるでしょ、大体。分かるでしょうね。いや、でもね、どうでしょうね。出ないとおじの定位ってことでしょ。おじなんでしょうか。おじの定位ですか。だって、おじが何も知らんだったら定位じゃないですか。そうですね。知ってるでしょ、絶対。おじは何かを知って、はい、どうします、実はおとんやったら。あ、可能性ありますよね、実は。実は。母は母は光秀の母。いや、母もおるんだったら知ってるでしょそうですね。何があったかぐらいは知ってるでしょ、はい、知ってると思いますよ。え、はい、実際歴史書にもその出てこないですか。歴史上で本当にこう、はい、不明なんですよ。父親のね、父親と言われる母は知ってるでしょ、だってだこの母も母かどうか分かんないですよ僕が実の母じゃないんだったら別ですけど、はい、これだからね、どこまで忠実に描かれてるかですよ。この母の牧っていうのも、はい、調べきってないんですけど、光秀のおかんがほんまに牧って言ったのか、このドラマだけの設定なのか、ほんまは分からへんから、はいはいはい、
あでもああいう優しい役が欲しいからそうですよね。もうそうなってくると、王子もおったかおらんかったか分からないでしょ、ちょっと調べてみますね。そうですね、これちょっとその、なんていうの、その色濃い、はい、その色濃い調べになり色濃いですか実は、はい、王子とそうです、だからこの辺の関係、三ツ矢と牧野関係みたいな、これ考察したら実は三ツ矢の子供だったと、はい、その辺ちょっと暴いていったら面白いかもしれない。で今度これやってみましょう、黒板のやってみますか、黒板でね、わかりました、やりますか、はい、ありがとうございます。